こんにちは、昭和の男でございます。今回は松田聖子さんの小麦色の豆道で癒されようということで動画を上げてみたいと思います。まずこの曲なんですけども、1982年に松田聖子さんの10枚目のシングルとして発売されました。作詞が松本隆さん、作曲が呉田軽穂さん、松任谷由実さんのことですね。で、編曲が松任谷正隆さんになっています。で、B 面はモデラスチェックの恋人という歌でして、これも作詞、松本隆さん、作曲呉田軽穂さん、編曲松任谷正隆さんというメンバーになっております。セールス的に言うとですね、46万枚超えたぐらいだったと思うんですけども、当時の松田聖子さんとしたら、まあまあかなって、大ヒットっていう感じではないんですね。その頃で一番ヒットしたのは、その頃というかちょっと前なんですけど、風は秋色で70万枚を超えていますね。そこから少しずつ少しずつ下がってきて、まあ、そうですね、赤いスイートピーでちょっとこう止まってる感じですね。で、まあ、赤いスイートピーがなんか大ヒットで、その頃の、代表曲かなと思ったら、セールス的にはそうではないみたいですね。で、小麦色のマーメイドも大ヒットではないですけど、まあ、そこそこという感じになっています。で、私がこの曲を聴いた時にですね、もうその場で、あ、これは大好きなタイプの曲だと思ったんですね。なぜかというとですね、ニューミュージックの曲だって思ったんですよ。当時はですね、ニューミュージックというジャンルがありまして、歌謡曲のジャンルの中でアイドルが歌う歌ですね。で、あと、ニューミュージックというジャンルはですね、松任谷由実さんとか中島みゆきさんとか、まあ、アンリさんとか、そういう、カテゴリー分けしてるんですけど、ニューミュージックの人はテレビに出ないっていう、まあ、出ないっていうか、まあ、あんまり出ないっていう感じですね。で、曲自体がちょっと違うんですよね。アイドルの曲っていうのは、アイドルを立たせるために作ってるんですよね。その、アイドルの声質、あと音域とかですね、に合わせないといけないし、あと、イメージとか、あとその時の戦略に合わせてメロディー、詞全部作らないといけないんですよ。本当に大変な作業だと思います。ビジュアルも考えて曲を作らないといけないんですよね。対してニューミュージックっていうのは、歌ってる人がどんな格好をしてるとか、どんな服着てるという関係なくって、どんなものが、どんな場面が思いつく、思い浮かぶかっていうのがね、大切だと思います。ですので、私の中で住み分けっていうのは、ニューミュージックの曲を聴いたときは、その曲のですね、イメージビデオの中に、主人公は歌ってる人ではないっていうことですね。誰か別の人が出ていて、そこの、例えば雨の街とか、夏のビーチとか思い浮かぶ。っていうのがニューミュージックの曲の当時の私のデフィニッション、定義だったんですね。で、アイドルの曲というのは、アイドルがあくまでもその歌の主役でないといけない。イメージビデオを作ったらアイドルがそこで、主役にならないといけない。で、それが浮かぶか、歌ってるライブのアイドルの姿が浮かぶか。これですね。ここが曲違うんですね。で、小麦色のマーメイドに関しては、こっち、ニューミュージック側だったんですよ。聞いた瞬間に、あ、これは違うと思ったんですね。松田聖子が主役じゃなくてもいい歌の中でそう思ったんですよ。これ夏のね、プールサイドの歌なんですけども、松田聖子がそこで座っていなくてもいい歌なんです。と思ったんですよ、聞いた瞬間に。なんか、ビーチ、プールサイドがすごく綺麗に頭に浮かんでですね、どちらかというと、松田聖子さんにちょっともう少し大人の方が座ってるっていうイメージが浮かぶことができるんですね。松田聖子さんがライブで歌ってるっていうのが浮かばないんですよ。そこがね、すごくニューミュージックっぽいなと思ったんですよ。で、ちょっと後で調べてみるとですね、後っていうか最近ですね、ちょっと調べてみたら、やっぱり、松任谷夫婦はですね、これをニューミュージックの曲としてですね、出したかったみたいなんですよね。で、どうしてそういうふうにこの曲を思うかというとですね、まあ、それぞれ詞とか曲とか編曲の力があると思うんですけども、詞の方を松本隆さんですね、松本隆さんの詞って、
天才的にすごいなと思うのが、あのフレーズですよね。すごくキャッチーなフレーズ。ものをですね、描写するとき、特に形容詞使うのですね、ありえない組み合わせをしてですね、こう想像を引き立てる。例えば、春色の汽車とかあるじゃないですか、春色の汽車とか、映画色の街とかですね、瞳はダイヤモンドのですね、今回も小麦色のマーメイドとか、ちょっと、そういうの実在しないですよね。裸足のマーメイドって、マーメイド足ないから、実在しないけども、イメージがすぐに湧くっていう、そういうとこがね、キャッチーなところがすごいと思うんですよ。ただ、ちょっとね、漫画っぽいなっていうのがあって、男の私にはちょっと、受け入れにくいなっていうのが多いんですよ。もしかして松本隆さんが男性だからかもしれないんですけども、例えば松任谷由実さんとか、中島みゆきさんの詩って、ドキッとするような、普通思いつかないような描写をしてくることが多いんですね、女性の視点で。で、松本隆さんとかの詩ってどちらかというと、漫画や、テレビドラマ、あとは映画の場面を引いてきたような感じが多いように思うんですよ。まあこれいろんなね、人の考え方があると思うんですけど、私はそういうふうに思うんですね。で、それが、聞いた方にすると、浮かびやすいですよね。それって、どんな場面か。ただ、ちょっとキャッチーすぎるな、その、取り出し方かと思う時は結構あるんですね。例えば、小麦色のマーメイドでも、プールに飛び込むあなた、片手で投げキスってあるんですけど、投げキスってしないですよね。普通ね、こうやって彼女に向かって。ジョークならするけど、それがロマンチックかってちょっと違うような感じがするんですよね。でもロマンチックだと思うのは、そういう映画をとか漫画を私たちが見てるから思う。浮かぶんですよね。臭いなとか思わないと思うんですけど、私はなんか中学の時にもすでにこの曲聴いた時にちょっと臭いなって思ったんですよ。でも、まあ、ちょっとこの小麦色のマーメイドの曲に関しては、松本隆さん、そこの部分は、そこのキス以外は抑えてる感じがして、あ、いいなと思ったんですよ。プールの描写がよくできてるなと思って。で、曲もすごい抑えてる感じがするんですよね。サビの部分なんか結構、ぶわーって聖子さんのね、強いところである大きな声でっていうのはないですよね。結構、サビになると結構落としてる感じがして。で、これなんか、また後で調べたら、聖子さん側のプロデューサー、若松さんという人なんですけども、サビの部分もっと広げてくれっていうふうにユーミンにはリクエストしてるみたいなんですけど、まあ、松由美さんの方は、いや、これでっていうふうに押したみたいなんですよね。で、結果的にそれでよかったという話なんですけど、サビでもこう盛り上げない、こう、夏のだるさをこうシューンってこう出すような感じで。で、サビの部分で、結構、松田聖子さんの声にですね、こう風のような、バックボーカルが被ってくるんですよね。これ、ライブじゃなくて、レコードで、レコードって言わないですね。アルバムの、音で聞いてくれたらわかると思うんですけど、コーラスがふわーって涼しく被ってくるんです。で、このコーラス、今聞いてわかったんですけど、わかったかどうかちょっとあれなんですけど、多分、吉田美奈子さんっていう方がコーラスされてると思うんですね。吉田美奈子さんご存知でしょうか？素晴らしい、アーティストです。自分でもね、いろんなアルバムいっぱい出してますけども、他の方のね、プロデュースをしたりですね、曲を書いたりもしています。で、コーラスに、彼女はコーラスがすごいんですけど、多重録音って言うんですけど、自分の声で何重もして被せていくんですよね。もう独特のコーラスなんですけども、荒井由実さんの頃のアルバムとか、山下達郎さんの初期とかですね、は、吉田美奈子さんがコーラスしてるので、聞いてもらったらわかると思うんですけど、ブワーッと被ってくるんですよ。特に山下達郎さんのコーラスでは、山下達郎さんと二人で多重、録音してコーラスかけるんですごいんですよね。で、多分、この小麦色のマーメイドも吉田美奈子さんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと確信がないです。どこ見ても書いてないので。知ってる方があればね、書いていただければありがたいと思うんですけど、それがね、松田聖子さんの歌にこう、さりげなくスーッと風のようにこう、ダブってくるんですね。そこがまたね、あ、いいなと思って。で、松任谷正隆さんのアレンジもですね、今回は
ちょっとユーミンの曲っぽいアレンジですよね。なんかユーミンのサーフ&スノーに入ってるような感じの爽やかな夏のアレンジをしててですね、素晴らしいこの曲だと思います。で、この頃のやっぱり松田聖子さんの代表曲って言ったら赤いスイートピーって皆さん挙げると思うんですけど、私はね、赤いスイートピーもすごい素晴らしい曲だと思うんですけど、個人的には小麦色のマーメイドの方が好きなんですね。で、クレタ・カルホさんの名前で松井美さんが提供した曲の中で、私は小麦色のマーメイドとロックンルージュっていうのがすごい好きなんですよ。すごくユーミンっぽい曲なんですよね。で、それを松田聖子さんがこう、スラッと歌うとこが良くて、この曲でもちょっとね、シングルにしたらね、ニューミュージックっぽいので、地味だと思うんです。アイドルが歌うにしては。だから松田聖子さんこれ売り切ったのですごいと思いますね。松田聖子さんの力がすごかったと思います。ニューミュージックの曲をアイドルが歌うっていうのね、その、なんていうの、アイドルっぽい曲ではなくてですね、こういう風に歌うっていうのは私はね、松田聖子さんの力ももちろん素晴らしいと思います。機会があったらですね、これ、ぜひね、聴いていただければと思います。はい。では、松田聖子さんの、小麦色のマーメイドで癒されましょうというお話でした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。